はい、どうもトラキチの無課金ハオロードオリックス純正編です。今日でログインが、796日目ですね。はい、現在2022年2月11日の、午前10時27分なんですけども、今回はですね、契約書の方をねちょっと開封したいなと思うんですけども、ゴールド契約書5枚と S ランク確率 10% 契約書2枚と、あと A ランク契約書ランダム2枚ありますんでね、この合計9枚ですね、5、6、7、8、9枚ですね、はい、の契約書開封して、ちょっとオリックスね純正強化できればなと思ってます。はい、その前に、プロスピパークなんですけども、あと4日と4時間ということでまだ丸2日経ってないんですけども、現在までの進行状況ですね。はい、こちらですね。はい、累計パークポイントが552,750ということで、まあ約、まあ半分ぐらいいってるんですけどね、今までここまで使ったエナジーが11エナジー使いました。はい、まあ11エナジー使ってまだ丸2日経ってない段階でね半分いってますんでね、まあちょっと早めに終わらそうかなと思ってます。あのエナジーちょっと終わりながらね。はい、まあこの今回 S ランクベースライン&タイトルホルダー第2弾はあのオリックスね3名出てますんで、まあちょっと早めに終わらしてね、早をちょっと開封したいなというのもあるんで、まあエナジーちょっと終わって、まああとそうですね1日ぐらいで終わらしたいなとは思ってます。はい、まあランダムボックスの方もね一応 A ランク自治契約書もありますしね、早めに終わらせたいなと思ってます。現在まで使ったエナジーは11エナジーで、現在大体半分ぐらいまでいってるっていう感じですね。はい、そういう感じです。それでは、契約書の方をね開封したいなと思うんですけども、まずは A ランクのランダム契約書2枚いきます。1枚2枚ですね。はい、まあこのアカウントオリックス純正だけでやってますんでね、ぜひオリックスの選手来てほしいです。いきます、 A ランク契約書2枚お願いします。オリックス来い。さあ1枚ぐらいねオリックス来てくれると嬉しいんですけども、どうでしょうか。オリックス来い。マルテ選手、阪神ですね。はい、オリックスの選手お願いします。山本由伸選手来た。山本由伸選手言えてないけど、はい、来ましたね。はい、あのシリーズ2の、A ランク初めてですね。はい、一応まあ、アニバーサリーをね極みで称号つけてますけども、いやこれオリックス来ましたね。しかも山本選手来ましたね、嬉しいです、よかったです。はい、それではゴールド契約書5枚いきます。1枚2枚3枚4枚5枚ですね。はい、まあできればね S ランク来てほしいですけども、 A ランクやったらオリックスの選手来てほしいです。いきます、ゴールド契約書5枚お願いします。S ランク来い。うん、いやー守備か、燃えろ。あーない。はい、まあまあまあ、おオリックス。はい、ゴールド契約書5枚は全部 B ランクでしたね。はい、ちょっと残念です。はい、はい、続きまして S ラン確率 10% 契約書、まあ、2枚あるんですけども、これ1枚ずついかしてもらいます。はい、まずはターニングポイントの累計ですね。 S ラン確率 10% 契約書、ぜひ S ランク来てほしいです。できればオリックスでお願いします。 S ランク来い。ん、いやー渋いな、マジか、来てくれ S ランク。割れろ、赤。西選手、あ、まあ西選手はね、西選手一応 A ランク阪神とオリックス合わせてもうこれで10枚目ぐらいかな、一応置いてます。はい、まあタイムスリップでね出る可能性オリックスでありますんで、はい、まあ西選手だったらいいですかね。はい、うん、 S ランクは来なかったですね。はい、もう1枚の S ランク確率 10% 逆勝、長子くんザワールドの S ランク確率 10% 逆勝、これいきます。ぜひこれ S ランク来てほしいですね。はい、いきます、お願いします。 S ランク来い。いやーないか、渋いな、割れろ、あかんわ。やっぱり10番むずいっすね。安楽選手、楽天ですね。はい、うん、厳しいな、まあまあまあ、しゃあないですね。はい、はい、今回こんな感じですね。まあ、A ランクのランダムで、オリックスの山本選手とかね、あとまあ S ランク 10%、 S ランクは出ませんでしたけども、まあ、一応西選手、
オリックスね、あのタイムスリップで出る可能性ありますんでね、まあ、よかったかなと思います。はい、まあ、プロスピパークの方もね、まあ、うん、そうですね、あと1日ぐらいでちょっとエナジー使って終わらせたいなと思ってるんでね、また開封してね、オリックスの選手今回3名出てますんで、ベサナイタイトルホルダーね、ぜひ当たってほしいなと思ってます。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金覇王ロードオリックス純正編でした。